彩乃です。今日はドラッグストアに行ってきたので、その購入品を紹介していきたいと思います。こちらなぜか黒い袋に入れてくれて、ちょっと一つずつ見ていきます。そんなにいっぱいは買ってないんですけど、本当に私が日々使ってるのとかおすすめなのとか買ってきたので、それを見ていこうかなと思ってます。まず一つ目、じゃん、アクアレーベルホワイトケアローション、コクがあるしっとりタイプ、爪替え用。今私が使ってるのがこれの本体バージョンのやつで、これなんですけど、もう中身がなくなってきちゃったので爪替え用でいいかなと思って。で、私基本爪替え用買うんですけど、爪替え用は連続で2つまでかなって思ってます。っていうのも、ずっと爪替え用にするのも安いし環境にいいしいいなとは思うんですけど、ずっと同じの使うのはちょっと衛生的にどうかなと思って、2つぐらいまでかなと思ってます。で、これはもう1回爪替えをしてるので、今回のこの2本目で、次買うのはまたこの本体の方かなって思ってます。やっぱ肌に塗るものなので、私すごいニキビができやすいので、乾燥肌だしニキビできやすいので、ちょっとそこは気をつけてやっていこうかなという感じでございます。で、2つ目、次もスキンケア商品です。じゃーん、ニュートロジーナノルウェーフォーミュラディープモイスチャーボディミルクの青の方です。これ赤の方が多分有名なんですけど、今回はちょっとブルーの方を買ってみました。私すっごい乾燥肌で、冬とか腰周りとお尻の上がめちゃくちゃ痒くなって、もうガリガリガリってかいちゃうぐらい、お風呂に入った瞬間多分血行が良くなってすっごい痒くなるんですよ。でもこれの赤を使い始めてから本当に痒くなくなったんですよ。すごいこってりした感じで、めちゃくちゃ濃くて効いてるって感じがするので、それを今使ってるんですけど、持ってこよう。これですね、今使ってるのが。で、今日買ってきたのがこっちです。で、こっちがボディエマルジョンっていうので、超乾燥肌用って書いてます。で、こっちがボディミルクで乾燥肌用になってます。で、皆さん夏とか春夏秋塗ってますか？絶対塗った方がいいと思って、絶対冬は塗ってるけど春夏秋は塗ってないっていう人多いと思うんですよ。私もそうだったんですけど、本当に塗った方がいい。肌の、なんだろう、冬になった時の肌の乾燥度も全然違うし、やっぱなんだかんだ常に乾燥してるんですよね。だからお風呂上がりは肌が完全に乾燥しきる前に軽く拭いて、でもうすぐ塗っちゃうっていうのがおすすめです。これちょっと出してみよう。私ブルー初めて買ったんですけど、ちょっと安かった。こっちが確か1400円ぐらいで、こっちが税込み1207円です。赤いのよりちょっとサラサラめだけど、結構こってりじゃないかな。春夏秋はこっちでいいかなって思ってこっちを買いました。でも冬は絶対この赤の方がおすすめです。これはめちゃくちゃもう乾燥肌に効く。うちのお父さんもめっちゃ乾燥肌で、2人ともお風呂に入った瞬間わーって体かいてたんですよ、ちっちゃい頃。でも 3,4 年前に実家にお正月毎年帰るんですけど、帰った時にお前まだ乾燥肌かって聞かれて、もう乾燥肌だよって言ったら、これめちゃくちゃおすすめだからこれ使った方がいいよって言って、お正月帰省してる時にこれ使ってたんですけど、めちゃくちゃ良くて、これいいなと思って1本くれたんですよね。で、それからずっと買うようになりました。でも冬以外は超乾燥じゃなくても全然乾燥肌用で良さそうなので、こっちにしようかな。ほーい。で、次はまたお風呂系行こうかな。じゃーん、入浴剤。これバスソルトです。お風呂のお塩、てかお塩のお風呂、汗かきエステっていう商品なんですけど、これがめっちゃいいんですよね。本当に汗かくんです。今使ってるのがこっちのローズブロッサムの香りの方なんですけど、こっちの方がめちゃくちゃ汗かきます。41度で肩まで使って3分で、その後腕だけこうニョキッと出して携帯触ってたりするんですけど、それをしてるだけでもめっちゃ汗かいてくるっていう感じです。で、こっちの方は、こっちも汗かくんですけど、ローズほどではない。で、こっちの方がちょっと爽やか系の香りなので、これからちょっと暑くなるから
こっちに切り替えようかなって思ってます。お塩のお風呂っていうだけあって、これすごい溶けにくいんですよ。入れてちょっとかき混ぜとかないとずっと塩が残ってるっていうぐらい全然溶けないんですけど、もうそんなの許すってぐらい結構汗かきます。これ両方ともおすすめ。おいで、次もちょっとお風呂、じゃーん、フィーのプレミアムタッチ浸透美容液ヘアマスク、ヘアトリートメント、特に傷んだ髪を洗い流しタイプ。これをちょっとずっと買ってみたくて、フィーノっていう商品なんですけど、インスタとか YouTube とか購入品紹介とかするときに、そんなにいいんだって思ってたんですけど、しばらく髪の毛もね、ちょっと傷んできちゃうけど、トリートメントとかできないのでお家でできないかなと思ってこれ購入してみました。今日使ってみようかな、めっちゃ楽しみ。洗い流すタイプらしい。あ、いい匂い。こんな感じ。結構固めなのかな。あ、硬い。ちょっと固め。みんなすごいいいって言ってて。浸透保湿効果、水分コントロール効果、引き締め、補修、グロス、カラーリング持続、ロイヤルゼリー、トレハロース、グルタミン酸。なんかいろいろ入ってるらしいです。資生堂って書いてるだけで、なんとなく安心感ありますよね。これちょっと今日から使ってみようと思います。おーい。じゃあ次は、夏といえば系。今年もこの季節がやってきたっていう感じなんですけど、じゃーん、日焼け止めです。日焼け止めって1年でダメになるって知ってました？私夏苦手なんですけど、やっぱり家から出ないといけない瞬間ってあるじゃないですか。お買い物とか。夏はできるだけ家から出たくないけど、出ないといけない時があるから、その時のために今年も日焼け止めを買いました。私はニベアに絶対的な信頼を置いているので、毎年ニベアのものを購入するんですけど、今年はちょっと違うのを買ってみました。パラソーラネオイルミスキン UV エッセンス日焼け止めジェル状美容液で、これ SPF50 プラス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 、これなんて読むんだろう、4プラス、わかんない。全然いいですよね。なんか可愛い系のパッケージだからちょっと大丈夫かなって思ったんですけど、顔に塗れることと色補正ができること、あとベタつきがないっていうのが私にとっては結構大事な点なので、これにしてみました。これだったら下地にできるからいいかなと思って、今年はこちらにお世話になろうかなと思ってます。外に出る機会が増えるといいけどな。で、次、最後、もう最後だ、じゃん、最後がこれかいって感じなんですけど、ブレンディのコーヒーで、お風呂上がりの一杯と、あと起きてお水を飲んだ後一杯が結構あるかな。お風呂上がりの一杯は絶対やめられない。私お酒は飲めないんですけど、コーヒーは大好きなのでこれ飲んでます。で、家に牛乳があるときは牛乳でちょっと割って飲む。で、これで全部かな。はい、今日はドラッグストアの購入品紹介をしてみました。どれも超生活に必要なものたちなので、これは楽しみだな。今日ちょっと使ってみます、フィーノちゃん。あと、これはお風呂絶対浸かるので、毎日お風呂に浸かるときに入れるし、これもちょっとそろそろ詰め替えないといけないし、これはもうすぐ赤い方がなくなるので使う。これは毎日飲むし、日焼け止めは本当に1年で1本変えた方がいいらしいので、おすすめ、変える方が効果がなくなるらしいですよ。ちゃんと塗ることと正しく塗ることが大事らしいですよ。はい、以上で終わりです。ラベちゃん、乾燥肌治るといいねって思った人は高評価とチャンネル登録お願いします。あとコメントがすごい励みになるので、コメントもお待ちしてます。またね、バイバーイ。本当に一日中